15歳の頃に僕は家を出て、その空手道場のに僕は住み込みました、はい、で、そのハイスクール、高校に行くっていう話もあったんだけど、僕はもう高校も行かないって言って、もうその空手のその道場に内弟子ってこう住み込みで僕はもう住むんだと、住んで空手で生きていくと、その時に心に決めてました。家族の反対はもちろんありました。そんなこと言ってないで高校へ行きなさいってずっと言われました。もう布団もその本当倉庫の中に敷いて、お風呂もないですね、クーラーもないって、そのいわゆるこう暖房もない、だからもうどうでしょう、本当に冬の寒い時でも僕はその布団で、寝て、風呂もまあ週2回しか入れないから、だから水を汲んで外で僕は水を浴びして、そんな毎日でした、ね、空手をやってやっていた時はやっぱ心がすごく裕福でしたけど、正直、お金がなくて生活が苦しかったこともありました。僕は空手で、その時に二十歳の頃に、二十歳過ぎてからですね、空手をそうやってどうしてもこの借金がちょっと大きくなってしまって、それで僕は辞めましたですね。一番辛かったのはその時期ですね。そこから僕は実家に帰って仕事をしながら生活をしてたんですけど、やっぱり心の中でその格闘技、マーシャルアーツがもうどうしても忘れられなくて、僕はプロの世界に飛び込みたいとその時に思いました。仕事をしながらシュートボクシングのジムに僕は通うようになりました。でその中で、練習頑張ってプロになって、でそこから僕はそのプロの世界で今度は頑張ろうと、空手ではなくなったけどスピリッツはもう変わらない、そのマーシャルアーツのスピリッツは変わらず、そのまま戦って今もいます、はい、で、日本チャンピオンになりたいと、どんどん夢がどんどん大きくなっていって、今度はそのプロ格闘家としてのそういったワールドワイドな視点が生まれてきました。だけどそのプロファイターとしてこのファイトで生活をする、そしてインターナショナルな活躍をする、そこが今僕にとってのマーシャルアーティストとしてのプライドです。